こんにちは、ペトベンチャーです。今回はダイソーのオーブン粘土で芸術的な鉢を作る方法をご紹介したいと思います。ダイソーのオーブン粘土には色が3種類あって、白、黒、ブラウンの3色になります。今回は白色を使いますが、お好きな色で作ってみてください。植物の鉢選びってなかなか難しいですよね。鉢は100均やホームセンター、園芸店などで購入できますが、なかなか自分好みの鉢というのは値段と質に妥協してしまいがちになってしまうと思いますが、自分で作ることができれば満足できると思いますし、愛着も湧くのでとてもおすすめです。値段も100均で買えるので安心です。作り方なんですが、実際に作りながら手順をご紹介したいと思います。まず用意するものですが、オーブン粘土用コート材、ダイソーにオーブン粘土用コート材が置いてなかったので、もともと持っていたギャコのオーブントード用のコーティング剤を塗っていきたいと思います。麺棒、丸棒です。ナイフ、彫刻刀やなければカッターでも問題ありません。ダイソーにクラフト用ナイフという使いやすいナイフも売っているので、そちらも使いやすいと思います。敷物、布やガーゼ、手ぬぐいなどがとても使いやすいと思いますが、クッキングシートでも問題ないので、皆さんが再現しやすいように身近にあるクッキングシートで今回は行っていきたいと思います。好きな柄のレース生地、こちらは100均などでも売っているものです。クラフトコーナーにあります。アルミホイル、オーブンで焼く際にあると便利です。プラスチックのコップ、これが土台になります。材料や道具はブログで紹介しているので、概要欄のこの動画のブログ記事をご覧ください。それでは実際に作っていきましょう。まずはクッキングシートを出して、オーブン粘土を袋から出していきます。まずオーブン粘土を取り出したら、1つのオーブン粘土の6分の1ぐらい、これを切り取ってラップで保存しておきます。乾燥させる際にひび割れしたりするので、このように少し取っておくと後で補修に使えるので便利です。そうしたらオーブン粘土をつなげます。この状態で綿棒で伸ばしていきます。この時薄くするほど繊細で綺麗ですが、耐久度が下がってしまうので、薄すぎず厚くしないのがおすすめです。ちなみにオーブン粘土は練る必要がないので、袋から取り出してすぐに使うことができます。この時粘土の厚さが5ミリ以下になってしまうととても割れやすくなるので、6ミリから7ミリぐらいの厚さがあると安心です。一度プラスチックの容器にこのように粘土を巻きつけます。粘土はこのように一周すれば十分なので、一周したところで粘土をカットします。粘土をカットしたら、一度コップから粘土を外して手順に押し型をしていきます。伸ばした粘土の上にお好きな柄のレース生地を乗せて、綿棒で押し付けながら伸ばしていきます。レース生地を剥がすと、このように柄を押し型することができます。手順3、鉢の形状を作ります。鉢の形になるように伸ばした粘土をプラスチックのコップに巻きつけていきます。このように巻きつけたら、一度プラスチックのコップを外します。重なった部分は乗せておくとくっつくので、重ねてつなげておきます。次に底の部分を作るために、先ほど切り取った粘土の上に乗せます。ここでつなげるために、霧吹きで中を濡らして、重なっている部分をハケでなぞってつなぎ目をなくしていきます。この時重ね合わせた部分もなぞっておくと良いと思います。はい、このようにつなぎ目がなくなるようにハケでなじませることができたら、そこの余っている部分をナイフでカットしていきます。このように底を作ることができました。それでは手順4、鉢底穴を開けます。ナイフを使って鉢底に水抜き穴を作ります。クラフトナイフではなくカッターを使う場合は、刃をほんの少しだけ出して使うようにすると円を描きやすいと思います。彫刻刀やこのようにクラフトナイフがあると、より精密な動きができるので便利です。これで形は完成したのですが、作業中に薄くなってしまった部分などがあるので、一度余った粘土をこのようにコップに入れて、ここに水を入れます。このように水を入れて混ぜていきます。このように泥状にして薄くなってしまった部分に塗っていきます。はい、こんな風にもし乾燥させた後ひび割れしてしまった場合は、余った粘土で補修することができるので、粘土を最初に取っておくか、予備の粘土を買っておくのをおすすめします。それでは手順5、乾燥させる。形が出来上がったら、風通しの良い室内で1日以上自然乾燥させます。目安としては、小さめの作品で1日から2日、中ぐらいの作品で3日から5日、
大きめの作品で7日程度というのが目安になりますが、季節や天候によって異なるので色が薄くなって乾燥しているのをご確認いただくと良いです。寒い時期や湿気の多い時期には乾きにくいので、小さな作品であっても数日から1週間ほど乾燥させるのが良いと思います。3日間乾燥させて色がだいぶ白くなりました。水分が抜けたこともあって重さも軽くなっています。それでは手順6、オーブンで焼いていきます。オーブン内の天板の上にアルミホイルを敷き、作品が複数の場合は作品同士の間隔を空けておきます。160度から180度に予熱したオーブンで30分焼きます。焼きが足りない場合は10分ずつ時間を延長しましょう。その際に向きを変えたり裏返しにするとムラなく焼けます。焼いた後は熱いので冷ましてから取り出しますが、オーブンを閉めたままにしておくと湿気がこもって割れてしまうなどの不具合が起こってしまう可能性があるので、開けた状態で冷ますのがおすすめです。それではまずオーブンにして160度で30分焼いていきます。それでは予熱できたので焼いていきたいと思います。焼けたので開けて少し冷ましたいと思います。ということで持てるくらいの温度になりました。このように焼き色がついています。中にも焼き色がついて、底の部分もこのように焼き色がついています。ということで手順7、コート材を塗布します。焼き上がった鉢はコート材を塗布することで水に耐性がつくので必ず塗るようにしましょう。私は前にヤコのオーブントードを買った時に釉薬も一緒に購入していたので、こちらを塗っていきたいと思います。オーブン粘土用コート材を使う場合はお皿などに移して何度か塗り重ねるとより光沢が出てくるそうです。塗り重ねる場合はベタつきがなくなるまで乾燥させて行うようにしましょう。コート剤を使うときはよく混ぜます。実際に塗っていくときは塗りづらい部分から塗っていくと作業がしやすいです。最後はこのように反対側にして塗っていくと良いと思います。コート剤を塗り終わったので少し乾燥させたいと思います。それではコーティング剤が乾いたので焼いていきたいと思います。コート材のベタつきがなくなったら100度のオーブンで15分から30分加熱して完成です。ヤコのオーブントードの場合は110度で20分程度と書かれています。ほとんど一緒です。ということで焼き上がりました。コート材を塗ったことによってテカリが出ています。このようにぐるっと一周押し型をすることができました。ちなみにダイソーのオーブン粘土ではなくヤコのオーブントードを使うとこのようにさらに薄い、おそらくここ1ミリぐらいしかないんですが、こういった繊細なものも作ることができます。ですのでこういった複雑な形状の入れ物を作ったりすることもできます。これも下に製作途中に水抜き穴をつけておけば鉢にすることもできます。ちなみにヤコのオーブントードは鉢として使用することができますが、オーブン粘土はまだ鉢として使ったことがないので実際に使えるかどうか植え込んでいきたいと思います。こちらは以前動画で水差しを行った植物なんですが、根がこのように張っていて、こちらはヘテロパナックス、こちらの植物ですね。ヘテロパナックスの枝です。こちらはガジュマルです。今はこのように流木に着生させています。こちらはパキラです。こちらの枝をカットしました。それで今回植える植物なんですが、ヘテロパナックスだと鉢が小さく、パキラですと発根してまだ根がそこまで張っていないので、こちらのある程度根が出ているガジュマルを植えていきたいと思います。このように水差しで植物を発根させた後どう扱っていいかわからない、また土に植えるタイミングがわからない、土での管理の仕方がわからないという方もいらっしゃると思うので、実際に水差しから土の管理に移行する方法もご紹介したいと思います。まず作業場を汚さないようにマスカーを敷きました。そうしたらまず鉢底ネットか軽石を用意します。鉢底ネットであれば3センチ角ぐらいにカットして水抜き穴が隠れるようにセットします。軽石の場合は1粒このように水抜き穴を塞いで土がこぼれないようにします。そして使用する土なんですが、こちらの刺し目種まきの土というのを使います。通常の観葉植物用の土でも水差しから土管理に移行することができるんですが、肥料成分が入っているため植物にとってストレスとなる場合があります。その点刺し目種まきの土にはそういった成分が入っていないので成功率がさらに上がります。株を持ってこのように鉢の中に入れたら土を入れていきます。このように土入れがあると便利です。100均で買えるのでおすすめです。このように植え込んだら水を与えます。与える水は水抜き穴から流れ出るぐらい、
たっぷりと与えます。その後なんですが、植えてから1ヶ月くらいは養生期間となるので、土が乾かないように霧吹きで保湿をしてあげたり、ラップで巻いて水分が蒸発しないようにするなどの工夫をしてあげるとさらに良いです。水やりを毎日するというのは植物にとってダメージとなってしまうので、なるべく保湿するように管理してください。置き場所は直射日光の当たらない明るい場所で、乾燥しすぎない場所で、空気が動いている場所が最も良いです。それでは水を与えて管理していきたいと思います。ということで、ガジュマルを植えてから1ヶ月ほど経過しました。鉢は劣化することなく、またひび割れしたりもせず、鉢として十分な機能を果たしています。根出ししたばかりの苗だったので、土は常に湿っている状態でした。ダイソーのオーブン粘土でも十分鉢として使用できるということが分かりました。そしてもう一つ、こちらは同時期に剪定したガジュマルの枝になりますが、新芽がほとんど動いていないのに対して、刺し芽、種まきの土に植えたものは、このように新芽が展開しどんどん動いてきています。水耕と土耕でここまでの差があるのだと改めて土の成長の速さに驚きました。またブログに商品リンクを入れておきますが、ヤコのオーブン糖度を使うとこんなにも薄く繊細な鉢を作ることもできます。ということで、ダイソーのオーブン糖度を使った鉢の作り方でした。ここからはイベントの告知となるのですが、実はワークショップをやりたいなと思っています。内容はビカクシダの板付け、こういったものですね。場所はワイン食堂マレーヤという東京都杉並区にあるお店で、2023年10月の8日日曜日11時15分開場、11時半からワークショップをスタートし、だいたい1時間くらいのワークショップとなります。ちなみにここで時間がかかってしまい間に合いそうにない場合は、私ペトペンチアが責任を持って板付けを仕上げたいと思います。その後ご一緒に1時からランチ、前菜とパスタをご一緒に食べる時間にしたいと思います。ちなみにワークショップが早めに終わった場合はランチもその分早めにスタートすると思います。2時にイベント終了、解散となります。そして板付けに使用するビカクシダの品種はこちらのヒリオーチャオという品種になります。ヨットさんという YOT と表記して、おそらくヨットさんというタイの育種家さんが作出し、そのナーセリーから来たものになります。もともとは京都の有名な園芸店さんのもとにあり、その後一般の方の手に渡り、今は私が管理しています。一番下から出ている葉はこのように詰まった綺麗な葉で、おそらくその後の管理でこのように間延びした葉が出ていますが、私が管理を始めてから一番最近出した葉はこのように幅が広く本来の美しい葉に戻っています。光量不足や空気の停滞で葉は間延びしてしまうので、葉焼けしない程度の明るい場所で管理を行うことで、綺麗な株のポテンシャルを引き出す葉を展開させることができます。こちらには子株が5つあるので、今から切り分けて当日参加していただける方に板付けしていただき、お持ち帰りいただこうと思っています。板付けが終わった後はイタリアンを皆様と食べるのですが、場所は東京都杉並区にあるマレーヤというワイン食堂になります。前菜とパスタがこの日食べられるのですが、ここのパスタはもちもちでとても美味しいので、実は私も結婚記念日でも訪れています。シェフの半田さんはイタリアで修行をしていて、特にイタリアの郷土料理をベースにしています。美味しすぎて妻と二人で行くと嘘のような量を食べるくらいです。人柄も気さくな方で、肩肘張らずに気軽に入れるので、ぜひ一度は食べていただきたいです。参加の費用ですが、ランチ代込みで1万円となります。皆様と植物とイタリアンを通して楽しい時間が過ごせればと思っています。このイベントにご参加いただける人数は4人までとなりますので、ご参加されたいという方はコメント欄にコメントいただければと思います。その後 Twitter か Instagram で直接のご連絡とさせていただきます。お支払いの方法なんですが、今のところ2つ用意していて、1つはラクマで参加券という形で購入していただく、この場合は何か物が届くということではなく権利を購入していただくという形になります。2つ目は NFT アートを購入していただく、参加費が1万円なので 0.02 イーサリアム分のアートを購入いただくと、それが参加券になるという形にさせていただこうと思います。当日参加記念 NFT アート、こちらのヒリーオーチャーをモデルにしたもの、
こちらをプレゼントしたいので、どちらにしても NFT を購入できる準備をしておく方がメリットがあると思います。お支払いいただくタイミングは参加者が4人集まった時点でお支払いいただこうと思っているんですが、お支払い後もし当日お越しいただけない場合は、私がヒリーウォーチャーを板付けしてイタリアン分の植物を何かプレゼントとして同梱して送らせていただこうと思います。ですのでその際は750円から1600円程度の送料をご負担いただくこととなりますので、どうぞよろしくお願いいたします。また現在出品している NFT アートですが、私からご購入いただくと、私がラクマで出品している植物を1点、もしくはペトペンチアチョイスでまだ出品していない植物などをランダムでプレゼントいたします。すでに出品している NFT アート8枚中4枚、ビカクシダ、ゴジラ、リドレイ、チランジア、キセログラフィカ、バンハイ人気はご購入者様が決まっているので、残りの4枚で欲しいアートがあればコメント欄に欲しいアートの名前をコメントしてください。その後は Twitter か Instagram で直接やり取りさせていただければと思っています。できれば私自身 Twitter の確認頻度の方が多いので、 Twitter でご連絡できるとありがたいです。それではワークショップで板付けするヒリーウォーチャーを解体していきたいと思います。まず使用するカッターをライターの火で炙ります。これで解体していきます。この時すべての株の成長点に触らないように注意しながらカットしていきます。一株目ですね。ここに2株あるので切り離していきたいと思います。切り込みを入れたらこのように手で引き離していきます。かなりブチブチ音がするので、初めての方はちょっと心配になるかもしれません。こんな風に取り外しました。ボコッとなくなっています。すごいですね。ものすごい長い年月をかけて何層にも貯水量を展開させた跡があります。さらに下の方も外していきます。すごく立派な株が多いです。5株取り除くことができました。ここからは小株を保護していきたいと思います。つぼ手で根を包んで口に入れます。いってここの成長点を起点に少しお辞儀させておくと葉が綺麗に展開しやすいです。小株の状態でも最初に出ていた間延びした葉と、うちに来てから展開した幅広の葉とかなり差がありますね。こちらもかなり差があります。かなりポテンシャルの高い株なので、ぜひ皆様に管理していただきたいと思います。この株たちは当日板付けしますので、私が大切に保管したいと思います。そして親株の方なんですが、付け直したいと思います。親株の上からもう一株、ちょっと生きてるか分かりませんが、不定芽が出ていました。こちらも念のため養生しておきたいと思います。新芽がまだ生きているので、ここから復活する可能性もあると思います。ちょっと試してみます。途中で撮影がもしかしたらできてなかったかもしれません。ここも押し上げておくと綺麗に展開すると思うので、枯れた貯水葉の裏側に水ごけを詰めて押し上げてあげます。こんな風に欠けている部分に水ごけを足しながらどんどん形を作っていきます。一度結んでいきます。最後にテグスを切って完成です。ちょっと大きい株だったので体力を使いました。小株をたくさん吹かせたいという場合は、切った状態のままにしておくのも一つの方法です。というのも根がむき出しになっているので、その方が不定芽が成長しやすいというのもあります。ただ私としてはこの大きな株を、親株をさらに綺麗な株に仕立て直したかったので、今回はこんな風に仕立ててみました。可愛いですね。でか可愛い。私の顔よりでかいですね。ということで小株を外しました。とてもポテンシャルの高い株なので、ぜひ皆様に楽しんでいただければと思います。こちらの株の様子はまた動画でご報告していければいいなと思っています。それではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。